こんにちは、チータです。今回も廃屋の姫やっていきたいと思います。前回ですね、なんか目玉のてか、なんかいろいろ割れましたね。なんかいきなり即死系が多くなってちょっと難しくなってきたところですね。で、多分これが3枚目なはずです。いきましょう。これ手紙、あの人の。お、さて、では脱出計画を説明するよ。はい、脱出する計画を立てたのか。君を解放してくれと、ここの、老主に訴えたけどかな？老主かな？わかんない。一蹴りされたから、今から君を強制的にここから逃がします。はい。君は時間になったら待ち合わせ場所に来ればいいんだ。え、それだけ？それだけ。ただ、無事に来れればいいよ。ああ、そういうことか。だから今、このおときさん向かってるんだ。無事に？いいかい？ここは、遊郭。君にとっては、牢獄だけど。そして、君は、大事なここの商品だ。このご時世、圧倒的に、人手不足だよ。そんな中、簡単に君が逃げられると思う？確かに。本当は今すぐにでも連れ去りたいけど、あいにく僕はブラックリストに乗っちゃってるみたいでね。めっちゃ警戒されてるから、君だけで出口まで来て。捕まんないで来れるね、トキ。はい。よし、約束だ。じゃあ、待ってるからね。遅れんなよ。僕が逆に捕まっちゃうかもだから。はい、必ず。遅れないようにします。よろしい。いや、でもね、もうすぐ待ち合わせの時間、出口はすぐそこだ。手紙4。特になんもなさそう。おー、ありますね。あれ、追ってこないのかい。なんだこれ。燃やせ燃やせ。ここで使えないんだ。あと一回セーブしまして、ちょっとあれ読んでみていいかな。漢字だらけの紙。あ、死にますね。ダメらしい。どうしてもあの漢字だらけの紙見ると、あのクォーツモンみたいなやつにやられちゃうんで、先進みます。この先が待ち合わせ場所。もう待ってるかな、呪いさん。待て。まだやることがあったような。そうだよ、まだ手紙があと一つ見つかってねえんだよ。いや、待て、先にやっちゃうぞ。行こう。あ、ここ最初のとこだ。最初っていうか、呪いさん来てないみたい。もう少し待ってみよう。けれど、その後あの人が来ることはなかった。そんなこと本当は分かっていた。どうせあの人も自分が編み出した空想上の妄想上の人物だということを。辛い現実から、この廃屋から救ってくれる王子様なんているはずなどないのだから。悲しいよ、悲しいよ。待てよ。まずこの楼閣自体が妄想だってことかな。あり得るよね。ね、廃屋にね、廃屋にこうやってユリ姉とかもだってねえちょ、語彙力がいるわけないし、あの化け物たちもね、本当はいないでしょ。なんなんだろう。多分、もう一回左側行くんだろうね。左側行って、逃げた道行けば、真実がわかるんじゃないかと。ノーマルエンド、廃屋の姫と空想の王子。なるほど。じゃ、空想にしなければいいわけだ。了解。
ん？なんだこれ。図書館っていう欄が。ようこそ。こちらは廃屋の姫屋のおまけ部屋となっております。詳しくは目の前のゴスロリーモフクが説明しますので、ぜひ話しかけてください。あ、え？ん？あ。こいつ動かしてんだ。いやー、まあちょっと今じゃないな。まあこれは後で。はい、じゃあそれではね、じゃあこの戻っていきたいと思うんですが、めんどくさいねこれ。でこれこっち見ても大丈夫なんだよね、つまり。え、そういうことだよね。だから、まあ、当たんなければいい話で、下に潜っちゃえばこっちのもんよ。こういうことでしょ？あ、ちょっと待ってよ。ちょっと。恥ずかしいな、今の。なんだよ、もう。当たらなければどうってことないだろう、みたいな。なんか、どっかの赤い彗星みたいなやつが言いそうな言葉吐いちゃってさ。それで当てるって超恥ずかしいんですけど。まあ、こういうことですね。当たらなければどうということではない。あいつも、早くなるとかないのかな？なんか、うろうろしてるあたりちょっと怖いよね。まあじゃあ、単純に行こうか。はいはいはい。意外とここ狭いんだな。はい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 。で、一回セーブさせてもらおう。で、また出てくるか、あいつ。全部、壊れてる。マジかよ。ふざけんなよ。で、左。どうだ？いけるか？やっぱり調べる？まあ、行くしかないわな。少し小さい着物だ。綺麗な柄がたくさん。わっちが来たらツンツルテン。キロキロじゃ。少し小さい着物だ。ああ。キャッ！虫かと思ったらシミだった。乙女だね。ダイだ。着物のせいで上がれない。ああ、そうか。座布団。カビ臭い。本棚字が読めない。戸棚だね。ふふ、面白い形。そうだね、階段みたいで。昔からの。なんもないんだけど。あ。え？登れたりしないのかな？シミだった。3がないんだよね、やっぱ。着物破けじゃあ、もしくは脱げよう。何ができるというのだ。あ、こっち行ってないね、そういえば。行き止まりだったけど、なんかあんのかな？実は。落ちた。怒ってる顔。お、なんだ。どこ見てるんだ。あ、違うんか。お面。怪獅。何これ、なんて読むの？怪獅？怪獅？悔しい。般若。謎解きか。なんだこれ。なんだ。え？どこ見てるんだろう。知らねえよ。ゆりねえ、助けてくれ。ゆりねえ。ゆりねえ。あ、待ってよ。障子にメアリー。
気づいちゃった気づいちゃった、わいわい、ちょっと待って待って、一回ユリ姉で落ち着こう。あー落ち着く。雑談。お前さん、そんな格好をさせられて嫌じゃないのかい？嫌ではないでありんす。綺麗な服は好きでありんすよ。まあお前さんは物心ついた時からここにいるからね。でも本来お前くらいの年の子は T シャツにズボンとかで野球なんかすんのさ。いつの時代の話なんだろうこれ。野球？棒と玉で遊ぶのさ。おい、やめろよ。今の仕事もそうでありんす。ああ、例えが悪かったよ。サッカーとかにしちゃきゃよかった。うん、そうだな。まあ、もう時間来ちゃったんで、今回このユリ姉と一緒にお別れしたいと思います。では、この動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。コメントもしていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。